エルンスト・アウグストは、ブラウン・シュバイク公国の最後の大焼ハノーファー王大使、エルンスト・アウグストの三男で、1923年から死去まで、エルンスト・アウグスト三世として、ハノーファー王家の課長でもあった。1887年11月17日、元ハノーファー王大使、エルンスト・アウグストとその日であったデンマーク王クリスチャン9世の王女とラの間に、 第六子として、ウィーンのペンチングで生まれた、父、エルンスト・アウグストは、イギリス王ジョージ三世の彦にあたり、イギリス王子の称号と、イギリス貴族カンバーランドテビオットデール公の爵位を持っていた。二人の兄が共に先だったため、エルンスト・アウグストは、ハノーファー王家家長とカンバーランド公くらいの法廷推定相続人となった。1884年、ハノーファー家の園籍にあたる、 ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル家のブラウンシュバイク公、ビルヘルムが死去し、ブラウンシュバイク公が空位となった。カンバーランド公は、彼の最近親の男系男子として、皇位継承権を主張したが、帝国最小夫フォンビスマルクは、連邦参議院に継承権者不在を決議させて、プロイセン王子アルブレヒトを、ブラウンシュバイク公国の摂政とした。これは1866年の、 広島戦争において、ハノーファーが、オーストリア帝国側につき、敗戦後プロイセンに併合されたものの最後の、ハノーファー王である、ゲオルク5世やその長男のカンバーランド公が、ハノーファー王位を主張し続けていたためだった。1906年に、アルブレヒトが死去すると、カンバーランド公は、自身の皇位継承権を放棄して、長子のゲオルクビルヘルムに、即位させるという提案を行ったが、 これも公認の摂政であるメクレンブルク公ヨハン・アルブレヒトと連邦参議院によって否決された。ゲオルク・ビルヘルムが1912年5月20日に自動車事故によって死去した後、ドイツ皇帝ビルヘルム2世はカンバーランド公に対して長文を送った。この返礼のためにカンバーランド公はエルンスト・アウグストをベルリンへ使ったが、この時彼はビルヘルム2世の一人娘である。 プロイセン王女、ビクトリアル・イーゼと会い、二人の交際が始まった。1913年5月24日、エルンスト・アウグストとビクトリアル・イーゼは、マリエンブルク城で結婚式を挙げた。これによって、ハノーファー家とホーエンツォレルン家の間の対立関係に終止符が打たれた。二人の結婚式は、第一次世界大戦前に、ヨーロッパ諸国の君主が一堂に会する最後の機会となった。 具体的には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世と、皇后アウグステ・ビクトリア、カンバーランド皇と妻のデンマーク王女テューラ、イギリス王ジョージ5世と、王妃、メアリー、ロシア皇帝ニコライ2世と、皇后アレクサンドララが3列した。また先立って2月に行われた婚約発表において、エルンスト・アウグストは皇帝に対して、忠誠先生を行い、騎兵隊員及び、 第3期兵衛連隊本追典の中隊指揮官に任じられた。なおこの連隊はかつて、エルンスト・アウグストの祖父ゲオルク五世や祖祖父、エルンスト・アウグストが大佐として、隊長を務めていた。1913年10月27日、カンバーランド公は、ブラウン・シュバイク公くらいに対する継承権の放棄を宣言し、翌日連邦参議院は、エルンスト・アウグストに、 ブラウンシュバイク校を与えることを決議した。エルンスト・アウグストは同年11月1日にブラウンシュバイク城で即位し大佐に昇進して第3期兵連隊フォンツイテンの連隊長に任じられた第一次世界大戦中、エルンスト・アウグストは陸軍少将の地位にあった。大戦末期にドイツ革命が勃発すると1918年11月8日に 大戦言に署名し君主権を失い、広告はバイマル共和制のブラウンシュバイク自由州となった。また、彼が第一次世界大戦においてドイツ陸軍で軍務についていたことから、イギリス王ジョージ5世が1919 19年に発布した称号剥奪法によって、父が持っていたカンバーランド公の爵位が剥奪された。このため1923年に父が死ぬと、 ハノーファー家の当主は継承したが、カンバーランド公としては、父の爵位剥奪と死によって断絶した。1953年1月30日、マリエンブルク城で65歳で死去した。非であるビクトリアル・イーゼとの間には、以下の4男1女を設けた。ありがとうございます。